中国硬汉刘策远赴日本客场作战，惨遭世界冠军偷袭。これは手を出してしまいました。いけません。并在记者会上放出狂言：日本官方花2亿聘请我，让我感受到了巨大的热情。我眼前的这位中国拳手不过是一个不入流的生瓜蛋，并且当着众多记者的面撕烂了中国运动员刘策的相片。那么我将在1分钟内解决掉他。刘策可是号称日本杀手的中国硬汉，什么大风大浪他都经历过。他也在记者会中霸气回应：明天我会像一头饿狼一样去吞噬他。开炮！大家好，我是小胖，今天为大家带来的是日本 K1 的比赛。这场比赛是我们中国的小巨人刘策和他的师傅魏瑞啊，再一次杀到了日本东京的擂台。今天他的对手是日本赛事方啊，花了2亿日元啊聘请来的世界冠军啊，名字叫希纳卡里米安。那么这场比赛也是一条金腰带之战，我们看一下，这个就是世界冠军希纳他的金腰带啊，是日本赛事方啊为他颁发的。公平公正，让大家看一下这条金腰带，这场比赛谁获胜，谁拿走。我相信大家也看到了啊，这个世界冠军希纳，他的这个武德啊非常的败坏，在赛前就偷袭了刘策，在这个称重仪式上故意去偷袭，故意打人。那么既然你不仁，我们就不义啊。在这场比赛中，刘策把对方总共击倒了6次，哈哈哈，没错，就是6次，打得他是狗血淋头。好，现在镜头中的就是刘策，身高1米95啊，我们中国不可多得的小巨人拳王。来看一下啊，这个穿红色短裤的就是希纳，日本人花巨金请来的也是小巨人啊，也是小巨人。因为日本人在重量级的这个段位里啊，没有人啊，我们习惯性的称他们为小日本，因为他们长得比较矮小。他们在小级别中，也就是50多公斤级中啊，是非常的出色。到了65公斤级，直到重量级，中间没人。60多公斤级确实有高手，但是都被我们的魏瑞一一干倒啊，并且在日本东京客场拿走了他们的金腰带。双方的比赛马上开始啊，日本的裁判在为两个人介绍最后一遍规则啊，不要去踢裆，不要去打后脑，不要去这个去抓耳挠腮啊，这个脏招恶招的别用。好，双方的比赛开始啊，咱们废话不多说，赶紧进入到比赛场内。赤いグローブがチャンピオンのカリミアンです。そして青いグローブチャレンジャーのリュウツァ。非常にリーチ、そして足の長い両者です。左フック。リュウツァ。ミドル突っ込んでいく。ミドルもいいですね。ロー一発カリミアンが見せます。ボディ、ああ溝落ちあたりに前蹴りです。リュウさん、カリミアンロー得意なんですか。カリミアンはロー、でもジャンプとかパンチやっぱ大きいんで、こう何でもパンチは強いんですけ ど、 なるほど。でも今までやってた選手はほとんど自分より小さい選手が多かったですよね。今回は同サイズになりました。そしてこのチャレンジャーのリュウツァーがまさにターフキックが得意です。ことごとくターフキックで倒してきています。でもやっぱこう、さこう横に並ぶとやっぱリュウツァーの方が大きいですね。だいぶ、ああそうですか、体の厚みが違いますね。ああなるほど。うわ、内か、近い距離、近いのか遠いのかちょっと分かりづらい。哇哦，这一拳是相当的重。刘策使用了一个前手刺拳的虚晃，紧接着一个左手平勾，直接把对手干倒一次。我们看看这个世界冠军啊，拿到一次独秒，现在是慌了神。刘策乘胜追击，继续打，把对方的脑袋当成皮球打，继续压着对方啊，趁他的病要他的命。狙っている、リュウさん狙っている、
カフ、ここでカフは効きますよ。丁寧にカフ、左フック、右、はい、効いてる、効いている、釘付け、逃げるか、逃げられるか、ボディから左フックだ、一発ミドル、膝、膝、膝、いや、ダウンじゃないか、ダウン取らず、左で、ああ、決めに来てる、効いてる、止まる、龍はめっちゃクレバーですよ。いやちょっとカリミアが受けないか、バックブロー、このフォーム冷静に詰めに行ってますよ。残り45、残り45、今のダウンでもおかしくないですけどね。左フック、いやちょっとカリミア苦しい、カリミア苦しい、チャンピオン苦しい、ちょっと足に来てますね。ですね、ベルトは中国に渡るか、クルーザー級のベルト、ボディヤッパーだ、膝逃げていく、シナカリミア逃げる、ボディ上、いやここでボディをちゃんと打つ、バックブロー、左フック、左フック、右ストレート、追いかける、残り15、残り15、政権交代なるか、政権交代なるか、決めに来た、決めに来た。哇，刘策好样的，他在第一回合还剩十秒钟就要结束的时候再次打趴下了世界冠军，将这个希娜打出了满脸的绝望，呵呵，整个日本的官方啊也是满脸的绝望，太牛了，不仅是打趴下了对手啊，最最主要的是在日本东京客场打的，哦，太牛了，让我们感觉到热血沸腾。好，我们也看到了啊，视频中这个背对我们的就是妖刀卫瑞，他是刘策的教练啊，还有师傅。我们看一下这个精彩的慢镜头。あとコンビネーションと、やっぱ佐藤さんの言ってるように、ちゃんとクレバーで、あのこの状態の中でもちゃんとカーフ蹴りますもんね。そうなんですよね。打ち分ける。はい、ここでもうちょっと熱くなっていれば、デューが、あのシナにもチャンスは来ると思うんですけど、もうかなり冷静に詰めにいってるんで、はい、いや、かなり厳しい状況だと思います。バックハンドブローもね、ちゃんと見て受けましたもんね。はいはい、いや、ゆうちゃみさんおっしゃった通り、はい、1ラウンドでやっぱり。そうですね、2ラウンドどういう展開になるのか楽しみですね。またこれあのこの重量級なんで逆転する可能性もあったりするっていうのも重量級です。ただダメージありますよ、カリミアは。今ちょっとジャンプ、好、现在双方啊休息时间到，第二回合开始。我们看到刘策越打越有自信，在赛前这个世界冠军希娜就说啊，在我眼前只不过是一个初生茅庐刚上擂台的生瓜蛋子，我要一分钟解决，结果他自己被打趴下了两次，刘策就露出了这种非常自信的笑。哇，场上现在打得非常的火爆，刘策抓住了一个反击啊，很轻松的再次将对手脑袋重创啊。日本的裁判觉得这一声实在是太大了啊，这一拳的发出的声音实在是太大了，赶紧读秒，否则这个世界冠军啊会被直接 KO。 いや、ジャブが本当右ストレートぐらい重いんで、カーフ、ここでもカーフ、パンチのコンパクトさがもう重量級じゃないですね。おっとっとっと、バックブロー、いやもう捨て身の攻撃に行かざるを得ません。カリミア来たぞ、膝か、いや違う、前蹴り、ボディだ、えぐるようなボディ、いや一発一発も重いし速いし丁寧なんですよね。そうですね、ちょっとカリミアンがなんとかならないかっていう状況。カウンター、右ストレートカウンター、下がるカリミアン、これはもうラスラスカウンター。哇，真是一记漂亮的回击拳！这个世界冠军希娜来了一个转身边拳之后，自己双腿发软，摇摇晃晃，然后后脑对准了刘策。刘策并没有去打他的后脑，而是朝向他的左半边脸狠狠地捶了一拳，让他直接倒在地板下。场上的日本裁判啊，读了秒，我们发现，我们也听到他读到第四秒的时候，突然不读了。他们在商量着什么呢？没错，他们竟然给了刘策一张黄牌啊！真是滑天下之大稽呀、啊！真是滑稽到了极点。这个运动员主动把后脑亮给对方啊，必须要这个警告啊！这个场上的裁判要做的工作就是警告啊，不要把后脑主动让给别人，否则啊，被别人打死也是不用负法律责任的。他们竟然啊没有去警告世界冠军，反倒是给了刘策一张黄牌，哈哈，真是明显的黑哨啊，赤裸裸的黑哨。
其实是这样的，在擂台上啊，你如果啊觉得打不过我们中国的运动员刘策，你可以让你的团队扔白毛巾，你可以弃权嘛，是不是？我不打了，我怕被打死，我不打了，扔白毛巾啊，没必要这种让日本的官方啊来庇护你，让你得到宝贵的休息时间。好，现在比赛继续。さあ仕留めに行くか、一方でカリミアンがここでまさかの大逆転あるか、結果都合3度のダウンということになっています。トータル来たぞ。まずはカリミアンの動きどう見ますか？まあちょっとなんかバランス悪いような感じ、まだ難しいですか？多少ダメージあるのか。はいだ、丁寧に行くこのリューツァーです。カリミアンも今の休憩5分間で回復した、その余力出力を高めていきたい。息を吐きながらカリミアン狙う、ハイキック、左攻略を切る。カリミアンが何か狙ってるのか。でもちょっと入れないですよね。入れない感じですか、これ。狙ってるのか。手が出ません、カリミアンです。コーナー詰められてきましたからね。左フックステップインから左フック、早い。早いですね。コンパクトなんですよね。コンパクト。すごい。いや、ヘビー級の重量級とは思えないと思う。バックブロー。カリミアンもあのバックブローで結構倒してますけどね。ボディブ、ボディジャブ。もう一回ワンツーか。いやー、カーフだ。リューツァーはちょっと余裕持ってますね。あ、そうですか、はい、ボディジャブ、どうやって倒そうかなというね。目線を下に下げるということでしょうか。リューツァーのボディジャブ、左フック。いやー、カリミアンが手が出ない。バックブローからのファイン、狙っていた。今日4回目ですけど全部すかされちゃってますね。カリミアンはもう大技に今時間を使ってしまっていますが、ここでラウンド終了のゴング、インターバル5分がありました。長い長い2ラウンドになりました。ゆうちゃみさん、こういうこともありますけれどもね。初めて見ました。減点は1ですか？1ですね、はい、1と聞いています。減点は1です、はい、っていうことはダウン1回取ってるので、どうなるんだろうな。9対8、はい、あ、違うか、2ラウンド目はあれ取り消しだ、取り消しなんですね。2回あった分の1個です。1回、はい、なんでトータル1回、9対8とかになるんですね。まあでもこの最終ラウンド倒していくんじゃないですか、はい、いや、まだまだ本当に川山陽なんで何とも言えませんが、マサトさん、リュウツァーの強さは前評判高いんですが、どう見ますか？強いですよ、この選手。本当こう195センチ、90キロとは思えない、こうその大きな体プラス俊敏性があるんで、パワーもあるし、スピードもある。体幹もしっかりしてますよね。うん、してますね。相当やはり強いということでしょう。パンチの打ち方もしっかり打てる。ブリンフの推薦選手としてこの K1 にやってきて、ここまでノックアウト続き。さあ、もうこれ武田さん、カリミアンはもう行くしかないですよね。玉砕覚悟ですね、ここはもう。行かなければベルトは動きます。発動であらず。聞いてる、聞いてる。カーフですか？ここでカーフでもダウンを取るのか、リューツァ。今までで一番ダウン取ってる回数が多いのはカーフです。ただ右ストレートで谷川を粉砕したというのもありました。インロー、あの蹴りもきっと重いですよ。あ、ボディーだ。ボディーに持ってきますか。どう上に当てようかなと、ね、あ、そういうことなんですね。今カーフ、そして右ストレート、ボディー持っていったリューツァーです。カリミアン入れなくなっちゃいましたもんね。まずパンチが出ません、カリミアンです。こうやって 見合っちゃうとなかなか逆転は厳しいですよね。いや、なんとかしたいカリミアン、チャンピオン。ハポを塞がりになっちゃう。このまま終われません。残り2分です。1分間経過。どうする、リューサー。どうする、カリミアン。まあ、ちょっと見合ってます。リューサーもちょっと考えちゃってますね。そうですね、来ないんでということもあるとは思います。ハイキック。一瞬のスペイン、カリミアン狙ってます。なので5の線の取り合い、出てきたところに行くという仕掛け。いいジャブ、ボディジャブ。どうするか、前蹴り。これは本命ではないでしょう。バックブロー、今はダックでかわしました。1分30秒、半分経過。ノックアウトじゃなくてもベルトは移行するんですが、リューツァーはここまでノックアウトで勝っている。こ
ここまでポイントという意味では多分一方的な状況です。どうしたんでしょうね、行かなくなりました、ね、入れなくなっちゃいましたね。これわーミドル、佐藤さん、リュウツァーが行かないのはどう見ますか。僕はもう勝利の方に選択。哦，比赛结束了，我们可以看到日本人花两亿日元请来的世界冠军直接被打到后脑勺着地，吓得日本的裁判赶紧去搀扶着他的脑袋。我们也看到这个世界冠军好像被打得失忆了一样，他倒在地板下的时候反复的在问啊，刚才发生了什么啊，我的眼神里怎么啊突然的暗了一下。哇，场上至少有5名到6名的工作人员还有医生去救这个世界冠军。哦，慢慢的把他搀扶起来。大家看他的脸上表情，他还在问，那刚才发生了什么？他的双腿还是软的，哎呦！即便是靠着日本赛事方啊，日本的官方在耍赖，还是被 KO。这样你是不是输得心服口服了呢？恭喜刘策在日本东京夺走了他们的金腰带，为国争光。打得非常的解气啊，实在是太牛了。让我们看一下精彩的慢镜头啊，最终是把对方打趴下的那一拳。哇，这一次是一个左手虚晃，紧接着一个右手的大力摆拳，哎呦，让对手躺尸擂台啊。再看一遍，太牛了。そして今日もまた中国リューターの進撃は止まらず、またしてもノックアウト。まあ、なんかこれぞ K1 というようなノックアウトですよね。あ、すごい。だから認められた。怎么样，各位看官，今天的比赛好不好看，精不精彩，热不热血？您对刘策的表现有什么样的看法？请在视频下方评论区告诉小胖，小胖都会一一回复。喜欢记得点个赞，谢谢大家的大力支持啊！接下来就是采访我们中国小巨人刘策的现场采访啊，大家感兴趣的话可以听一下。今天的内容就到这里了，我们下期再见。さあね、K1 の試合全部これ4戦目で全試合 KO ですね。その通りです。5戦目か。おっしゃる通りです。そしてベルトがリューターの元へ。王冠とベルト、どっちも取りました。その体格で腹筋バキバキですからね。すごい体。これがもしかしたら新しい K1 の象徴になるのかもしれません。中国の進撃、誰が止められるのか。凄まじい強さです。そして今実況席の正人さんに、ジムの皆さんが笑顔で正人って声怒られちゃいましたからね。スタッフから正人でまた言ってますよ。リューターが正人って言ってます。リューターは正人さんに憧れてこうキックやってるって言ってたんで、いやちょっとここまでの戦いぶりを改めて振り返ると、リューツは全部ノックアウトで、他にもいろいろ試合やっています。ウーミンフのブリンフでもやってるんですが、彼は2021年から 1,2,3,4,5,6,7 8戦連続 KO 勝ち中です。しかも3ラウンド行ったの今回が、久しぶりです。いや早いしこのね身長でこれだけのスピードがあって、パワーあったらちょっとね対戦相手怖いですね。今後本当に誰が名乗りを上げてくるのか。それでは新チャンピオンに輝きましたリュウツァー選手にここで一言いただきます。大家好，我是刘彻，来自中国。皆さんこんにちは、中国から来たリュウツァーです。为了这次比赛，我跟我的师父魏瑞准备了很久，准备得很充分。在这里我要感谢 K1， 感谢唐山文旅集团，感谢我的老师魏瑞，给了我这次重要且重大的机会，而且我也把握住了。このタイトル持ちのために、中国で厳しいトレーニング、十分な訓練を積んできました。そして鍛え上げてくれた、私の師匠であるウェイルイさんにもう一度感謝したいと思います。
そして私を応援してくれた所属ジム東山分流ジムを感謝したいと思います。なお K1 のこのタイトルマッチに招聘してくれた K1 スタッフの皆様に改めてここで感謝したいと思います。ありがとうございました。7年前我的师父一晚上战胜了三位外国的强敌，七年后的今天我再一次扛起了金腰带，这是我们师徒的传承，传承不止在中国，已经走向了世界。2017年に私の先生であるウェイルイさんが、中国人で初めて、K1 のトーナメントを制して、チャンピオンベルトを手にしました。そして今日私が、ウェイルイ先生に次、またチャンピオンベルトを手にすることができたことは非常に喜ばしいことです。2024年这是我开年第一场比赛，也是我人生中最重要的一场比赛，我把它拿下了。我要感谢全国的粉丝乃至全世界的粉丝对我的期待，我会继续在擂台上征战世界，请大家记住我，我的名字叫刘彻。昨年、無差別級で優勝して、今年2024年にここでこうして K1 の世界チャンピオンになることができました。これもひとえに私を応援してくださった世界中のファンの皆さんのおかげだと思っています。本当にありがとうございました。皆さん私の名前をもう一度覚えてください。私は劉茶です。覚えましたね。劉茶覚えましたね。そして今